愛。Yeah!
Round 1, fight!
One, fight! Round 1, fight!
fight! やってる四季の細道やりたいと思うので、エントリーまだの方はエントリーしてください。優勝者のキャラ制限を設けるという話があったんですが、ちょっと今日なんか来てくださってる方が割と豪華なので、今回は、優勝経験のある方も好きなキャラを使ってもらいます。全力で今日ゆーめわさんとかマッツンとかあとユリッチさんとかムーさんとかね来てるんで、思う存分皆さん全力のキャラで全力で迎え撃っていただいて思います。間違いない、今からあんまりいいんでエントリー来ていただけると助かります。今配信に載ってるのはこれユーメガさんとマッツンですね。ゆめさん、ちょっとよかったらこれ。よかったらエントリーしていただけると100円なんですよ。キャラクターはフェイロンと、それ2キャラなんですけど、1周目がユミン、1周目がベガリン、1周目がベガリン。選び好きな方を先に自分で選んでるんですけど、そうですよ。両方ベガ、あ、了解です。ユーベガさんは1周目が X ベガ、2周目が XB ベガ。状態の周りを回ってくれてるんで、まあなんか対戦のダウンの合間とか入ってる時にキャラ申告していただければ。
エントリーしてない方いらしたらばカウンターの方までお願いします。あとなんかキャラクター変えたいとかまだ時間あるんで受け付けます。ちょっと後ろを見ていただけると助かります。ちょっと台よりも人数の方が多い感じになってるので、よしよしでちょっと後ろを見ていただいてから連行していただけると助かります。
生2体ノブさんが X ケンと X サガット、メロさんが X ファイルと X ファイル、セロテープが X ザン2体、ゴーさんが X ケンと X リュウ、ユーベガさんが X ベガと X リュウ、ムーさんが X ダルシムと X リュウ、ムナージさんが X シンクルと X サガット、トワシコさんが X ザンと X ダルシムですね。リリッチさんが X メイロンと X バイソン、パテンコーさんが X リュウ2体、ジャイアントマシン2号さんが S キャミーと S バルログ、リギアさんが X ボード2体、ラウンド1ファイト、マーチさんが X バイソン2体、ロードさんが X バイソン2体、が2体、M2 が X 剣と X 竜で、京さんが X 剣2体、以上18名ちょっと時間かかるので9時8ぐらいに始めて早速行きたいと思います。
か。
もう決まって、もう始めますので、配信隊の対戦は、今やってる試合を最後にしてください。ゆうべの佐藤さんの試合で最後でお願いします。で、1人目と2人目が山本さんと達夫さんなので、この試合が終わりしたい。マイク持ってみたい人とかいたらば、あれだね、なんかコメントが見えぬようにしとくとレスが即にし て、ね、してあげられやすいからいいかなみたいな。あ、そっちがいいのかな。そっちも出ますんで、てか今マイク入ってるこれ。あ、そういうことね。店内でも響かないと聞こえないとさ、こっちのプレイヤーの聞こえないの微妙じゃない。もうちょい、あ、そんぐらいがちょうどいいかもしれない。ちょっと大きい、今回はどう、多分こっちの方々に聞こえるような感じだといい感じなんじゃないかなと。はい、ちゅうことで四季ですね、四季、埼玉県、埼玉県四季市、四季は何市になるんだい。セロテープさん、指揮士、指揮士でいいの。あ、ごめん、あれ、はい、チェックチェック、あ、聞こえてますね。富士見野市、浅川、はい、ここはどこだい、何市だい、ここは。今日、ここはね、埼玉県新座市。新座市、新座市は指揮、お店の名前は指揮レイドラなんですよ。レイドラ指揮にお邪魔してます、松です、こんばんは。毎週金曜日の対戦会ですね。対戦会で、9時ぐらいからね、大体参加というかあれですね、遊びに来てらっしゃる方みんなで、これあれですね、大阪の奥サボる式ですね。連勝2週やって連勝した回数が多い2人が、まあ、決勝戦みたいな感じのをやってるイベントで、おっとこれもう早くも始まりましたね。1人目 1P側が山本さん中にですね、山本さんは山本さんじゃないらしいですね。ほぼ山本さんですね。ほぼ、何パーセント山本なんだろうね。と、達夫さんくんですね。達夫くんのチュンリーと、あ、失礼です。竜と山本さんのチュンリーで。さあ、大パンチ。さあ、中腰は小天章で。そう。エスパー的な垂直ジャンプ。竜巻で暴れてから、まだあんのか、あるといいながあんのか、戦列ガード。背中蹴り食らって1本目はほぼ山本。気づいたらマイクを渡されていた感じなんだけど、俺は喋ってて大丈夫なのかい。全然大丈夫です。はい、セロテープさんじゃないですか。こんばんは、セロテープさん。はい、今日はタンメンどうだったんですか。ゆうべがさんとタンメンはちょっとお腹の調子悪くて、なんか消化しきれなかった感じなんですけど。消化しきれなかった感じですか。なんか 10杯食ってゼロみたいな感じで聞いてるんです。麺も食えなければ汁も飲めなかったみたいな。そうですね、あのゆうべがさんが10杯全部食べて、セロテープさん0杯みたいな。結構食ってますよね。そうですね。何の話してんだ。さあ1本知らん間に達夫さんが1本取り返している。体力半分ない。で、ゲージはおっと、ちょうどいい感じで発泡しようで龍側のゲージが見えない。あれだけは見えないんですよ、ここ。さあ体育ミスって涼しく投げからのチュンリーが立って、リュウはまだゲージなしですね。さあふらりとめくって、勝利、大勝利だったから優しい。あの昇天今食らって終わったじゃないですか。あれ昇天の後って食らったの大足払い確定なんですよ。あ、なんか大攻撃って結構食らうとあれですよね、お釣りが入ったりしますよね。あのチュンリーの昇天は思った以上に、あの見た目足元でかいので、あれ食らって、あのよく飛び込み昇天気候圏出なかったとかあるじゃないですか。あれは必ず大足払い出した方がいいです、確定なので。食らってもガードしても大足払いが落ちてが入ります。ザンゲフも竜とか剣のしゃがみ大パンチ食らって何も技が出てないと、キャンセルかかってないとお釣りで大足とかスクリューが入ったりしますよね。まああれは明らか好きでかそうな。チュンリーのあれってさ、ほら足元引っ込んでそうに見えるじゃない。確かに見逃しがちですけど、あんたこれ意外とね足元出ない。
さあ、ということで2人目がロードくん。ロード、領主なんでしょうか、ね、え道なのか、領主なのか、さあ、第何章なのか。いや、そのうちのロードなの。さあ、ロードくんね、S剣。ロードくんはあれですね、デートナスキーの店員さんですね。彼にはかける号の時に非常にお世話になりました。さあ、波動拳重なって立ったのはタツトツさん。さあ、タツトツさん、あの体力さ、覆して順に勝ってんのですよね。すげえな、成長著しい感じで。さあ、波動拳。さあ、あれですね、ロード君とタツトさんの試合の話もしたいんですけど、僕としてはあれですよね、12月のフォックスですね、やっぱ宣伝をとにかくしたい感じなんで、チーム決まってるとかね、逆にあと、なんだろうな、あと四天王が欲しいんだよねとか、あと新キャラが欲しいんだよねとか、そういうとこは逆にね、フォックスのツイッターアカウント上にリプライとか飛ばして、募集、あっせんですね、もうとっととチーム組んでください的な感じですよ。やっぱり今回、そうですね、制限があるので若干チーム組みにくくて戸惑ってる方もいるみたいなので、まあ、あえて今回そういうような風にしたのは、今まで組んだことがないとか、今まで話しかけたことがないとか、そういう方にも、まあ、ルール上、まあ、仕方がないって言ったら変ですけども、まあ、とりあえず話しかけるきっかけというか、それ作りのためにそういう制限を設けました。まあ、あのですもんね、自由にしちゃうとまたいつものメンバーだみたいな感じは、そういつものメンバーになっちゃうと、結局5オンでも3オンでも結局チーム変わんないじゃんなっちゃうと、あんま面白みがないかなと思ったんで、今回ちょっといろいろ変えてみました。さあ、辰俊さんが2人抜いてますね。さあ、強いっすね。さあ、ユリッチ、ユリッチ、フェイロン。さあ、ユリッチさん、ユリッチさん、先輩でいいんじゃないでしょうかね。負けでよくないですか、ユリッチさんは。もう別にユリッチさんの試合は誰も望んでないと思われますから。さあ、辰俊さんがホークラウンド1終わったらユリッチ負けでいいですね。さあ、勝っても負けても、おっとユリチ間に合っちゃいましたね、残念。さあ、ユリチが紫色のペイロン。さあ、あれですね、この紫色のペイロン、ユリチみたいな感じで、コエモン君とかね、もうペイロンと見間違うのはね、コエモン君に対しても失礼ですし、そもそも見る目がないですね。いや見る目なしですね、全く。まあ、知り合いとかよく見てるとキャラの動きで、あ、誰っぽいなってのありますけど ね、明らかにやってることが確かに性能はそれぞれ違うんで。さあ、アッパーカスネは長谷川涼しく、さあ、支援客でめく飛び越えて支援出さなかったですね、珍しい。さあ、劣化剣で刺さってユリッチ勝利、がっかり。さあ、次はネロさんの帰りですね。あ、ネロさん、あ、そうか、ネロさん誰だよとか思ったら、そう、ネロさんはあれですね、アイドルです。なんて言ったってアイドルでした。なんか若干個人情報的な観点から大会はあのお名前で出てるらしいですね。そうなの、はい、俺も、そうなんだ、俺もだって、あのマッツン、いや、マッツンやばいだろう、ちょ、伏せ尻しとくか、M2 みたいな、全然バレ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 だけど、ね、僕も結構そこら辺、ね、個人情報とかそういうのは、あれですよ、大事にしてますよ。セオデープさんがユーゴさんとか、セオデープさんが他、まずいですね、ストツ以外で活動してるときは名前違うとか、そんなまぶ口が裂けても言えないです。やばい。あと、ジャイアントマシーンさんとかも、あれですもんね、普段とちょっと違う名前。あれはだって別人ですか。あれ別人なんですか。あれ別人です。あのプロレスの約束で。ユリッチが好き放題やって、投げ返した。1、2、3と入って、さあ、クソゲー炸裂でフェイロン勝利。次がカワシムザンギエフ。カワシムのザンギエフ、カワシムのザンギエフ。さあ、これもあれですね、ユリチがホークラウンド1勝っても負けてももうあれですね、不戦勝で。さあ、大会というかイベント中はあれですね、こちらの方に協力してほしいので、あれですね、そうですね、今日ちょっと人数多いんでなるべく協力していただけると。さあ、カワシム間に合ったが、ユリチのフェイロン非常にめんどくさい。さあ、開幕はダイヤシー下がりダブルあるからスタートね。さあ、あれですね、カーシム色、ザンギの色変わりましたね。そうですね、前は黄色ではなかったはずなんですけど。さあ、ショーダイから、さあ、ダイキック、いい反応。さあ、スクリューはバレていて支援客がめくり食らっちゃった。
ピヨって痛いやつ。さあわざわざ劣化シーンが別に何でもいいのに、あのコンボ最後の劣化剣入んなくても寄りますからね。そうですか。さあダブラリーで何かに貸してほしい状況だが、さあ龍一氏がやりたい放題。さあダブラリー返してめくりボディは食らった。アホが食らうかね。食らうね。さあペチッと。あでもね、実際あのザギノコでフェイロわかんねえんだよね。わかりにくそうですね。しかも、まあ、横幅もある。食らったら間違いなくピョロからさ。さあレイクからの劣化剣めくりはさすがにもう一回夢をもう一度なかった。ちょっと遅らせ中だったんですけどね。そうですね。あるといいな、はなかったですね。さあこっから何か起きるのか起きないのか。起きなかった。起きなかった。さあユリッチが三連勝して破天荒龍さんですね。さあめくりコンボはしっかりガード、そしてもう一回この下下でピヨって、はいはい。さあユリッチすっかりいい気分。俺は勝ちたいから卒やってんだよと、勝てない相手に入ってもしょうがないだろうと。いいこと言うな。それユリチ名台詞ですからね。確かにね。相手が対応できないのをいいことに自分のやりたい連続技バンバンやって気持ちいいみたいな。あれでもなんか一本取られてますね。さあやりすぎたか。さすがに今回は開幕前ジャンパーなかった。さあ波動拳が飛びに対して、あ、今の中盤うまいですね。さあ勝利当たって破天荒さんがまさか頑張っているぞが、やっちゃったか。ピオラない飛び越えてやっちゃった。さあユリッチ気持ちいい感じ、止まらないですね。さあ次はノブさんの剣ですね。さあ僕同キャラ剣あれなんで結構応援したいですね。剣使い同士はやっぱりあれなんですけど、結構仲のいい感じで、あれコメントつけてるの、あら草くんかな、こんばんはですと。腹板でセロテープさんは腹板でも来たのに、腹板で同じ理由で来なかった草くん、ね、草くんは今日誘ったんですけど、なんかお家でご飯食べるとか言ってて。さあアッパーレッカでユリチが気持ちいいと、そろそろ白目向いてますね。気持ちよすぎて気持ちよすぎてやばいだろさあめくりで飛び越えて、もうめくり当てることしかないですよ。さあまたしても気持ちいいと投げる。気持ちいいに全部点々が濁点がついてる感じですね。そうですね、今全部もう点々ついて白目向いてましたね。気持ちいいってそうですね。ユリチの穴という穴から全部もうなんか液体出てます。液体が全身から、かなり汚い映像ですね。お食事中の方々申し訳ございません。友沢さんですね。さあユリチだってめくり当ててそこからショーパン劣化剣叩き込むことしか考えてないから、普段のよくやってる飛び越えシーン全くやってないから、ね、確かに今日はなんか当たる日だなぐらいの感じですね。違う違う、当てて気持ちいいしたいんだって。刺激は気持ちよくないんだ。あれ気持ちよくないですかね。刺激はこれ一発だけだから。ああなるほど、景気のいい方がいい。そうですね、何ヒットで出る方が楽しいみたいな。確かに点数ももらえるしね。さあ友沢くんは1キャラ目バイソン。さあ3ヒット、さあユリッチ5連勝でストップしてしまうのか。暴力には暴力をといった感じで。さあ玉島さんと普段モリモリやってるはずなんですが、そうですね、対策は多分勝ったら俺は普段玉ちゃんとやってるから多分言い出すはずなんで。負けたらどうするんですかね。無言です。噛み合わない的な。無言です。無言無言ですって。やばい、無言はやばい。さあ飛び込まれてヘッドニョキッと我慢した、逃さない。アッパーレッカー今よく我慢してましたね。掴まれたら終わりのところでしたけど、よく我慢して。さあ劣化剣で起き上がりは下から殴られて、体力的には友沢バイソンリード。
掴まれて掴んだズズシユリチ頑張ったが惜しかった。ユリチ5連勝はでかいですね。そうですね、今日のメンツで5連勝はなかなか大きい。さあ次は今日失礼、ユーベガユーベガベガ友沢バイソン vs ユーベガ。さあ今回のさんの野試合を止めるのはなかなか勇気がいる。ユーベガさんあれですよ、友沢くんホーク相手に勝った負けたをさっさとやればあれですよ、ユーベガさん不先輩にできますよ。さあさっさと惜しい、間に合っちゃいましたね間に合っちゃいましたね、惜しかったです。マジで負けなんですか。負けですよ、当たり前じゃないですか。常識ですか。だから遅延行為ですよ、サッカーでいうところのあのイエローカード的な感じですか。2枚累積でその日は帰ってくれみたいな感じで退店ですか。そうですね。お、今ちょっと面白かったですね。サイコマジックっぽいのにダッシュするダッシュグラウンドで抜けました裏に回って、さあ上から行って投げてデビュース、あ、あんなんで返せんな、いいね。できる、知ってる、うん、すげえな。さあ、このデビューリバースよくわからない当て方されて1本目はユーベガ。さあ、オワード、さあ、ターンパンチ、あれ3ぐらいかな、刺されましたね大パンで。さあ、ラウンド1と打って変わって友沢ペースだったが投げ返す、掴んでいいですね。ヘッドって初段が結構減りますよね。確かにバイソンのヘッド、まあ、バイソンのヘッドに限らずじゃない、掴み合わせは初段が減るの。いやでもなんか他のギアに比べて結構減ってる気がする。あ、まあ確かにブランカとかも残せそうな感じ。あ、確かに確かにしか言ってない。さあ、ゆうべが体力的に不利だがもう少しでゲージが溜まる。掴まれて重ねて掴まれて友沢大勝利、大金星、いいよ。さあ続いて京さんの剣ですね。ね、カタカナで京さんだよ。え、なんで、ね、ああ、じゃあ確かに元池袋ラスベガス勢の京さん。さあ京さんの剣、さあトマさんラウンド1をさっさと終わらせれば飛ばせますよ。これあれですかね、俺やってないんですけどっていうね、後から言ってきても知らんがなと僕は言いますよ。普段割とゆるーくやってるんですけど今日はなかなかの厳しさで。そうですよ、まあ、一つはね、楽しみと厳しみとね、両方。そうですよ、俺はペンギン村でいるわけじゃないですからね割と埼玉の田舎の方なんですねさあ、チラシバレがダスマキ入って大パンチでボグッと殴られて、この方の剣はあれですね、僕もう結構昔から見たことありません、ね、かなり息がいいというか、あ、そうですね、割と地面鉄板型ですよね、熱い熱いと。確かに地面に足ついてると死んじゃうみたいな。そうそう、でもね、結構それがいい感じに功を奏してるんで、が暴力を食らって惜しい、チャンスをものにできず。さああ、行ってきます。お腹が痛いと有名なセロテープさんが、本当にお腹が痛いのか痛くないのか、あれどうした、さあセロテープさんが今日はゆうべがさんに飯をおごってもらった上にタンメンと。まだ飯をおごってもらってないですか。一応10番的なものをやったらしいですけど、まあ 10-0 で負けたと聞きました。さあダブラリで上からスクリューと、さあ体力半分奪って、そっからどうすんのと、超パンチ1点目でダッシュグラウンドで突っ込んで、さあ逆転。さあセロ様調子がいいのは最初だけなのか。さあゴスッと、あ、見事な逆転劇でした。さあ今ダブラリミスってあれから食らったの。さあピヨリ1ピヨって上から1-2-3と4だった。さあセロ様、さあまあお腹痛いんでしょうがないですね前もって言い訳しましたから、ね、ご飯食べないとダメですね。そうなんですか。
さあ、そして GM2 号、ジャイアントマシーン2号ですね。ジャイアントマシーン2号さん、出席率高いですけど、あれですね、あの、やっぱ S キャラといえばの、いろはさん最近見ないですね。そうなんですよ。忙しいんでしょうかね。いろはさんと仲が悪い、いろはさんとマシーンさんが仲悪いという説が。そうなんですか。そうです。お互いがなんか合わないようにしてる。僕、イメージ的には、あの、くしゃみしたら変わっちゃうランチさんみたいなもんかなと思ってるんですけど。もしくはお湯かぶると性別が変わるって。そうですね。性別は変わってないです。マジですか。さあ、ニョキッと、下から、ピヨって。さあ、ジャイアントマシン2号、1号がいない。技の1号、力の2号。かなり力強いですね。キャビンでしょ。いやいや、ほら。さあ、スパイラー突っ込んで。さあ、トモザバイソンが、乗りに乗っている。クレイジーね、ニョキッと投げて、さあこれはきつい、あの飛びミスだけども、さあショーパンチとグランド貫通されて死亡と。さあ続いてゴーさん、 GOH でゴーさんですね。王さんの竜。さあバイソン相手にどう立ち回るか。さあめくって押し、ショーパンショーパンショーパンと。はい、橋がね、空中竜巻でめくりダウンして死んでることは知ってますね。さあ間合いを取り直していいですね。おじゃあサードをね、スカシゲダウンからと、なんか変な空中竜巻に巻き込んで強引に持っていって、さあこのラウンド欲しい新カードを捨てて出し払い。いいですね、今潔かったですか。確かに、なんか前に行くタイプですね。テムレイに変な装置もあったアムロぐらいの勢いでこんなもんがあるからと新カード投げ捨てましたね。さあ体力半分ない状況だが、トモザが非常にやりづらそうな感じだが、体力は着実に減っている。さあ、ニョキッと、まさか、こうヘッドで勝利。若干不利な状況からも、なんか割と前に飛んだりして。そうですね、やる気がなえませんよ。まあ、目が全然生きてます。さあ、お腹パンチで、ね、腹痛そうだな。セロ様今食らったら死ぬね。やばい。さあニョキッと上から。さあトモザ君は飛び込みからのショーパングラウンドダイヤシ払いが割とセット行動になっているよう。実際でもあれ多分割り込めないと思われるんだよね。さあクレイジーで削って、トモザ何連勝だ。1、2、3、4。次はムナーリさんですね。6。さあムナーリさんですね。ムナーリおじさん、さあさっさとフォークを殺して。ムナーリおじさん、ムナーリさん、大会、大会出番ですよ。大会出番ですよ。さあさっさと。さあ一応これ順番表を見ておいていただいてね、自分の出番が来る頃には来といてほしいんですよね。あれですよ、あのイエローカード出ますよ、セロ様のポケットから。トモザバイソンですね、今日は。バイソン、バイソン、海外で言ったらバイソンベガですからね。まあ似ても同、どっちも同じかみたいな。ボクサー、トモザボクサーですね、今。さあ、チューパードで、確定のクレジーバファロー。さあ、ムナーリおじさん。頑張ってほしい。さあ、ダッシュハドウで。ハドウ、ハドウと。昇竜は出しちゃったが許された。さあニョキッと、さあまたしても見たぞ。学習しない男なのか。お腹パンチガード、怖い怖い。あゆしでも何でも食らったし。さあ昇竜デース、さあ頑張れ。あるといいのはあるのか。グランドブー刺さって、せめてチューパンファイヤーハードにしてほしかったですね。
ダウン奪って、さあムーダルシム中大とかでもいいから、何でもいいからなんかダウン奪っといたら、何かしらダウンさえ奪えればなところで、あえて選んだ波動拳、俺はクレイジーバッファロー食らいたいんだと。さあムーですね、最近ムーさんすごい非常に強いですね。おっと今がやりたい方だ、がリバーサー投げ、さあこれはさすがに体力的によっぽどことがない限りはですね、ムーさんが1本取る。さあゴチゴチゴチとポイント。さあもう相打ちすら許されない状況。さあムーダルシムどうするの、そこから下から行って投げはさすがに中パン、なめんなよと。さあファーストアタックはムーダが寝っ転がって、無理やりファイヤーで割り込んで、さあ間合い取りましたね、危ない。さあムーペースになったか、さあラリンタクレイジーさえ食らなければというところで、インフェルノでさすがにムーさん取りました。さあ次はバーチさんのバイソンですね。友田さんが7連勝、さあこれ今日の7連勝は相当覆らないんじゃないでしょうかね。暫定1位ですからね今ね。さあヨガハイヤーで、あ、ショーパン、ショーパンで、食べに行く、じゃあまたねと。 X ゲーマーズお食事の時間ということですね、また後ほど、いつもありがとうございます。さあインフェルノ削りで、ね、ファイヤーファイヤーと。さあムーが安定の立ち回り、さあもう次の出番のニーアさんがすっかりもうぐんにゃりしてますね、もうどうでもいいわみたいな。さあファイヤーで追っ払う、大パンチといい感じに戻ったところに、そう下から行って掴んで涼しくいった、ヨガファイヤー。さあヨガファイヤー、インフェルノがない、3度目の正直。さあ勝ったのはムーダルシム2連勝。さあ3人目ニア、さあホンダなのかダルシムなのか、どっちにしても僕的にはめんどくせえなこいつらと、どっちもめんどくせえんだよという感じですね。ぶっちゃけどっちがめんどくさいですか。え、兄のホンダですね。ダルシムの方が楽だと。ダルシムは別に何とでも、何とでもどうとでも。さあヨガファイヤー、ヨガファイヤーと。さあ今んとこさあやってしまったか、あれ結構ねセットコードというか、結構どうするんだろうって感じですね。どうせ腹で飛んでくんだろう的な感じで、もう冷静にチョップで返すべきなんでしょうか。さあ開幕シャッカーバックジャンプ 大パンチ、さあやったのか、まだ生きて、まだ生きて。さ あこっからあるといいな、があるのか、インフェルノぶち当たれば勝ちですね。僕のインフェルノ、さすがにバカになるのはクラーズ、勝ったのはニア。次は、M 君ですね。さあめんどくさいのはムーさんのダルシムよりも M 君のホンダと言っていた。ああ M 君1周目は X 剣ですね。さあ世界チャンピオン、チャンピオンの波動拳、戦い界の波動拳ですね。世界チャンピオンにもなってるし、カナダチャンピオンにもなってるし、
日本でも優勝してるし、チャンピオンだらけですね。チャンピオンだらけで式の初めて。広い方に逃げて、手元で昇竜拳重ねる。フォローの大昇竜まで打ってある。ほぼ完璧な立ち回り。フォローの大昇竜はもし飛んだときも、あれ100巻が出てて波動拳避けても大昇竜が当たるように。さあ裏から、おっと、着地が怪しい。さあ相打ち、壊し、大足、おっと昇竜出ない、削って強引に。さあ次ネロさんのガイルですね。2周目はネロさんのガイルですね。さあ、ネロさんのガイルと松江さんの剣、はいはいはい、開幕は。さあ続編戦の大陸投げる、あれ前ですね、あの一泊置いて技振りたくなるのを見てから確認して前に踏み込んで掴む。ナルシムのシャガパンとかシャガあのスペとかを広げてからっていう、どうしても心理的に手を出してしまうということになって、ね、はい、直で掴みに来たのを咎めるために出している技を空振りさせてから掴む。避けてからもう一回勝利点、そっと裏側ダブルサマー。さあ、おお、なめんなと。さあ開幕サバーから、さあ玉打ちで負けていない。さあ振り合わせてきっちり波動を消して、これだけではダメージが奪えないので、どこかでガイルが仕掛けないと回転率で負けていると。さあ画面端、情熱から掴み、壊したチコパンレッパー、いいもの見ました。次が友座さんのベガですね。さあ、2人目が先ほどバイソンで7人撃をした友座さん、今度は本キャラのベガ。左足、さあ掴んで投げ返す。削って投げた、おっと減った、かなり減りましたね。落として正面から、今の発射傾向の選手が残り中盤と2発入って、5勝利最後コンボで足元をやる、全く休ませない。投げ返 す、あっと引っかかってしまう。逃げて、さあまた逃げる、投げて、さあどうする、さああるか、あー最後はプレスが出なかったカランさんですね。あの状況からよくもあそこまで。さあ、スラが当たる、ピオル、1、2、3、4、5、なんとか5、い
最後は逃げ中キックと思わせて下段でピュアらせて友田さんが1勝目。いや知りましたね。最近友田くんピオリンチの時に上が大好きなんで上だと思ったんですよね。で上ガードしてそれ舐めんなよって感じで殺そうと思ったんですけど、素直に下でした。普通に下でしたね。さああんな感じのね、もうよくやってくるんですよ上を。だったんですが今回は素直に。さあ今んとこ決勝がユリッチ対トモザバイソンという、なんともどうかな、なんなんなんと言っていいやらな感じになりそうですが、さあトモザベガが勝利。ジャイアントマシン2号さんですね。さあエスパルロブ、さあ続いてがしばらくこれはあれですね、トモザベガのターンじゃないでしょうかね。これ実際かなりいくんじゃないですか、パッとキャラクターの相性だけを見てかければ。さあ投げて受け身がない。さあ下から行ってうっとまた下、あっという間上だと思ったんですね。当たらないもんですね。そうですね。確かに。あと開幕のねヘッドプレススタートもなかなかいい感じになりてていいんですよね。さあ2番さん投げて上から削られて勝利したのはトモザ。さあ今日はトモザの日なのか、ロードさんの S 剣ですね。さあローズさんですね、ローズさんの S 剣で。さあチョコマカチョコマカいい感じに動いてますね。まめな感じが出てていいですね。そんなに頑張って入れなくても多分そこそこ入ってると思うんですけど、まあ、さあ入れても入れても X は9クレジットまでしか認識しないので、そうですね、4つ入れて8クレジット、それがまあ正解ですね。おさあ勝利ね。下のどっか繋がってないですね。どっかが繋がってない。そうですね。5だからどっか繋がってないですね。まあめくりが立ち上げていったけですね。他は全部繋がってるはずなので。さあ画面足で。さあ昇竜昇竜で。受け身が取れない。さあサイドクラッ。今度は5ヒット。俺だ。さあセロ様。さあセロ様がさっきはバイソンに負けたけど今度はベガならみたいな感じで、じゃあ夢見る感じで入りますね。さあワンピガにセロテープ、ツーピガにトモザベガ。さあどうなる、まだまだわからない。ちょっとタバコの灰を捨てようと思って灰皿に手を伸ばした隙にセロテープがピヨっていた。何を食らったのかわからない間にピヨっている。受け身取って、さあなんでかピヨる大小中ダブルニート、ダブルニート、まだあるのか、あえてない道を選んだ。なぜなぜない道を。ナイトメア出すかなって思ったらば地上くらいしてた。あそう。さあ次がおじさんですね。さあおじさん、おじさんまたしても捨てゲーなんでしょうか。おじさん出番。
やらないと。なんかニコニコしながらカウンターの方に来てましたね。別におじさんを呼んだけど、こっちに呼んだわけではないです。いいですね、微笑ましいですよ。さあ、開幕垂直ジャンプがバレディポクポクポクと変な返し方。さあ、アッパーカットね、割り込んで、そっからバレていて、さすがに中断ポイッと上でしたね。この組み合わせは相当サガットが頑張らないといけないですからね。この組み合わせでサガット側を楽しくプレイできるのは、あの白いサガット以外僕は見たことがないんで。さあ、あっという間に拾わされて、さあトモザベガが自らの記録バイソンで7連勝をトモザベガでもやるのか。まあ、決勝戦トモザ対トモザですかね。ありますね。トモザ対トモザで。これ逆にあれですね、バイソンで決勝出なかったらば技負けするありますよね。ありますね、全然。そろそろいいだろうみたいな。さあピヨって小中ダブにめくって投げて、さあリーチ。さあ画面端の状況からヘッドブレスで昇竜拳でダブに目指し入らなかった。おっと、さあどうなる。ダブにめくりよくある差したが、さあ空中出す前にね、とりあえずいろいろしてみたが、デビルリバースボグッと当たってトモザが7連勝。さあバイソンかベガかの分かれ道、ここでうまいことしてると決勝を2位の選手を見てからベガかバイソンか選べる形になりますね。オンチが効いてます、ね、完全に。さあどっちにしようかなみたいな、はい、がトモザ君は多分そういう駆け引きゼロで普通に勝ちに行くでしょう。さあ大キック大キック、投げて背中蹴りから最後は逃げて、さあほぼ山本さんが打って、おっと打ってる、さあ振り抜くれて100列。さあゲージ今ありましたね、ベガね、出てたら死んでたみたいな。さあ開幕ダブル2でめくりはが食らったが食らい投げ背中蹴り頂点。さあ今の半角ですね。なるほど。さあめくりホーバーからのヘッドプレス投げと出しては見たが、出したが大キック当たらず。さあトモザベガここで本当に分かれ道、勝てばベガで、まあ、決勝戦確実でしょう。ほぼベガで決勝戦へ挑むのか、バイソンで挑むのか、選べる選択肢を捨てるのか。さあ体力的にはどこへどこへ、ダブにかすってめくり食らってくれて、さあここでベガで確定ですね。バイソンあんなもん遊びですよと言わ、もうそんぐらいの勢いで。さあノブさんが下がっと、全部で16キャラもいるのによりによって選んだのはサガットが、色はすごい強そう、確かに超強そう。俺様のコスモのきらめきがなんとかかんとか、よしギャラクティカマグラムぐらいの出そうな感じですね。マジか、ダブル2位をタイガー2位で、お2位には2位をアパカが入る。さあ重ねは失敗したが、さあ2位で大キック。さあ、トモザ君が、これはトモザ君1位抜けは確実でしょう、ほぼ。まだあれですね、この後にいるユーベガ DJ がどんくらい頑張るかですね。
さあ、最後クラッシャーで、アッパーカード出してしまって投げられて、おっとマジか、今飛ぶかね。さあ、メアで友座9連勝さあ、ゆうべがさん、さあ、ゆうべがさん、ゆうべがさん来る前に、来る前にベガでうまいこと死ぬと、あーもうゆうべがさん来てしまうぞ、はい、さあ、ゆうべがさんがトモアくんを見るなりまたかよと、今度でもキャラ違いますよ。さあ、ゆうべが DJ、 ゆう DJ ですね。さあ、寒い戦い方をさせれば日本で1、2を争うゆうべが安らしやね。さあ、これは挟みきつい、ワンチャンがあるのか、あるのか、これがワンチャンか、ノーちゃんだったっぽい。さあ、ジャックでコバットカーニバルで、さあ、開幕も寒い感じの立ち回りで、さあ、ショーパンチ投げ返して受け身がない。さあ、上から攻めたい、さあ、なんとか投げ返したが、さあ、やってしまった。まあ、9連勝はでかい。こっからゆうべがさんが10連勝ぐらいしないといけないですね。ベガが弱いとか、なんかよくわからないこと言ってるんですけど、なんかゆうべがさん、自分のキャラですよ。さあ、Mツンの竜ですね。あ、なんかマイクを持ちにムーさんが来てくれました。あ、こんばんは、ムーです。マッツン竜ですね。マッツンは竜もかなり使えるので、だが相手はユーベだ。おっと、めくりがガード、ナイスガード、はじまき昇竜拳、大昇竜、威力は若干、いや、もうほぼ若干 DJ 有利ですね。ただゲージが立っちゃうとさすがに、おっと、おっと、ゲージ吐いて、もう一回ぐらい溜まっちゃうか。さあ、昇竜拳、昇竜しっかり、この遠距離は完全竜が有利なので、ちょっと DJ 側は厳しいか。タイムもない、昇竜拳、まあ、大キック一発入って、あ、惜しい、ね、あの前でエアスラー見てから飛ばれると DJ は返し技がないのがないですか。うん、立ち中パンとかダメなんですか。あの速さで飛ばれると立ち中パンももうダメですね。なるほど、何も出さないはダメですよ。うーん、おっと、お、痛そう、大逆転、一気に持ってきましたね。今のちょっと歩いてめくり飛びはやっぱなかなかね、なんかエロいテクニック、前ジャンプとかで逃げたら一番いいんだけども、なかなかとっさには難しいですね。あ、遠距離で打ち合いが続く、打ち合いしてる以上は龍が有利、今の前ですね、あれガードぐらいしかない、そうなんですよね。お、うまい、ナイス中盤、あ、うまい、だからさ、ちゃんと振り向いてから中盤、あ、ジャックか、おお、昇竜出してもパンジャックもらっちゃうんですね。さあ、ゆうべがさんが DJ で、さあ、竜が続きますね。クレジットがない。さあ、これで、まあ、ゆうべがさんが怒られるじゃないでしょうかね。と、まあ、ニーヤーのホンダ、もしくはカーシムのダルシムぐらいまでは行くんじゃないでしょうかね。ですね、まあ、俺が止めれればって感じですね。あ、ムーさん、竜で、そう。そうだね。
まあ、ムーさん、リュウは頭数に入ってなかったですわ。入れてくれ。さあ、波動波動ね。さあ、めくりは食らっちゃったが、食らえるだけ。受け身がない。まあ、めくったあと、ショーパンチをしてたから、それは受け身は取れないですね。あ、なるほど。さあ、昇竜拳。昇竜。しっかり大昇竜。ここは、割り込んで。これを竜がどう取り返すか。ちょ、うまいこと、時間を、プロに使ってほしい。まだ20秒以上ある。ゆうべやさんがね、玉よけがうまいので、さあ、今まだもうちょっと粘ってから使いたかった。たまらず使ってしまいましたね、夢見て。あー、投げに行ったが中盤で咎められた。おっと、波動の出がかりに。さあ、投げて。お、ゆうべやさんガンガン投げる。さあ、竜はあとジャブだけ食らったら死んでしまう状況。ああ、これきついね。さあ、2回に1回消せばいいや的な感じの状況ですね。が、出してきましたね。じゃあ、俺ですね。さあ、ムーが、俺も頭数に入れてくれと言っていたムーが、どんくらい頭数に入るのか。ムーさんがね、ダルシムだったらね、頭数に入れてもよかったんですけど、竜ですからね。さあ、開幕つながってない、つながってないけど食らってくれてラッキーマン。さあ調子に乗ってめくりは食らって、さあ皆さんあやしね、今のうちにお手洗い等行っていただいて、あやしね、ゆっくりまったりしていただければと思います。頑張って、立川さんが見てるかもしれない。そう、あと30秒ぐらいの間はもう自由時間ですね。タバコ吸い行くもよし、食事をするもよし、30秒短い、 お手洗い行くもよし。さあ実際30秒ギリギリ過ぎましたかね。さあ虫の息、一気にジャックナイフで近づいてスライディング食らって、さあジャックナイフ、ジャックナイフ。さあ皆さんもうお手洗いは終わりましたか。お帰りなさいませ。さあ次ユリッチさんですね。さあユリッチバイソン、ユリッチは DJ に勝った場合はなんて言うんでしょうかね。俺 NWO とやってっからねみたいな感じで言うんでしょうかね。さあ勝ったら自分の努力の手柄、負けたら無言の DJ、 あ、ユリッチ。さあどうなるか。お、ピオリーチだが、さあチャンスを逃した。大パンチ当ててニョキッと。さあ飛び込んで出しまして、ナイスガードで掴んで削る。ユリッチがあるのか。いやいや全然ありますよ。今からね優勝コメントを聞く準備をしてもらっていいぐらい。さあポクッと殴って、さあこのラウンドはちょっときついか。と掴んで、裏から掴んで、掴んで、最後まで掴み、ゆうべが4勝ストップ。これで2位、暫定2位がユリッチ、ユリッチ対トモサで確定なのか。さあこれはユリッチ、フェイロンか、まあ D バイソンかまだ分からないですけど、これトモサ、先ほどベガとバイソンの2択を捨てたのは誤りだったのか。あえて止めておいた方のが良かったんじゃないかと。さあニアホンダ、あれ、ニアさんがホンダで2体ともホンダって珍しいですね。ゆうべが3用だったんでしょうから、それかまあ2回ぐらいなら体力持つかなみたいな。
そう、ゆうべがさんじゃない、もう新潟さんはあれですから、あの寄生獣みたいなもんですからね。お弱い機種だから、あ、だからあまりいじめるなと。さあ、ドスコイと鬼武装刺さって、とヘッド出さねえ。さあ、これはさすがに、ユリチの連打が、よっぽどじゃない限りは、ドスコイ、封鎖さらないか、クレイジーバッファロー。さあ、ユリッチ的にはこっからカワシムですね。カワシムが5連勝以上してしまった時用に、このバイソンでできる限り勝利しておきたいところですね。カワシムがだってワンチャン次がダルシムの次に剣、チュンリー、リュウ、剣と結構ついてしまいますからね。さあ、掴んで上からダイダイと。キャラは違うんですよね、一応。え、3周目のキャラと違うの？あ、そうなんですか。え、キャラが違うとどういうこと？3周目誰が挑むかがまたランダムで。あ、そうなんですね、3周目はランダムなんですね。さあ、チューチューとシャーカンが刺して大イチョウを上から行って割り込みましたよ。今のいい判断でしたね。ごずーずーしく本田相手に飛び込みから掴み、わあ、さすがに、まあ、一流の大胆さというか、まあユリッチならではですね。さあユリッチがバイソン同キャラですね。2G カラーがバーチさんですね。そうですね。このバイソンは一説によって攻撃力が高いらしいんですよね。特殊っていう話がありますよね。いや、あ、鉄球ですね。鉄球、鉄球、鉄拳です。あの木人が鉄球みたいな感じのね。あれグローブが鉄の。俺が聞いた話はなんか独習になってるから食らうとやばいっていう。マジですか。あれは完全に鉄球ですよ。鉄のグローブです。なるほど。あの赤いのは血まみれなんですね。さあピヨッとどこに。さあ繋がっちゃいねえけど、僕見てたんですけど、はい、出ましたコンボも繋がってなかったんですよ。まあユリッチさんはそこら辺しょうがないんじゃないでしょうか、ね。まあ、持ってますよね。そうですね。さあカーシム、ここで止めるのか止めれないのか。カワシムダルシムですから、よし、カーシム君がここで空気を読んでしまうと、もう決勝がトモーザ VS ユリッチというところで、さあインフェルノ燃えに行った。ニョキッと掴んで、さあチューチューと、さあと投げは掴めなかったが、さあスライディングちょっと早かった。もうちょっと遅ければゴスッと当たったかもしれないですね。1回目空振っちゃいましたね。なんかユリッチの声が聞こえてくるようですね。なんかいつも博士とやってっからそうですね。さあピヨってやっちゃった。さあユリッチが、ユリッチこそトモザ・ベガにフェイロンで行くかバイソンで行くか選べるチャンスが訪れそうですね。さあ京さんの剣、京さんの剣がここでストップすればユリッチはフェイロン勝ってしまうと、なんと選択チャンス、選択チャンスですね。まあそれ以降そのユリッチを止めた人間が、止めた人間が京さんで終了なのか、2周目で。そうですね、ユリッチやる必要はないですからねさあ、中盤オーバーで、はい、とミスる。ニョキッと出て、さあ、ユリッチがパーフェクト勝ってしまうのか。一定の刺さって、さあ、起き上がりにチュアシ重ねていく。さあ、飛び込んで、あぶね、さあ頑張ってほしい。処理当たって、そっからめくりはじゃなかった。4ヒット入れたが大気化して、ただじゃ終わらんよと。いやー、今かなり頑張ってくれましたね。さあトップスピンからスタートね。
何でしょうね、2P 側のが好きなんでしょうかね。僕と同じですね。僕も割と向こう側回りたがるんで、あっちの方が。そうですね。さあ5で、そうでもない、 1P 結構好き。さあやばい、まだ生きている、まだ生きているが削られて、勝ったのはユリッチ、おめでとう、5勝ということで、決勝戦はトモザ・ベガ VS ユリッチのフェイロンかバイソンか2択で選べますね。なんとユリッチ、どっちでいきましょう、ユリッチ。さあこのまんまでバイソンでいくと、それがバイソン、場所じゃんけんで場所を選ばなきゃいけないので、さあさあユリッチ勝ってそのままバイソン継続、この勢いに乗った俺のバイソンに入ってこいと、友崎も挑発。さあここであれって3先ですね、3回先に勝ったら勝ちということで、決勝戦。さあ今日何でしたっけ、11月18日金曜日、デートな式プチ大会、プチイベントですね、プチイベントの勝ち抜き戦、決勝戦はユリッチ VS 友崎、3本選手ですね。 1P 側にトモザ・ベガ、 2P 側にユリッチ・バイソン、まあ、フェイロンメインキャラなのに、いやバイソンで行くでしょうみたいな感じの、まあそこら辺がですね、ユリッチの立ち回りを感じさせますね。あとユリッチはあれですかね、あの人のいいヨシオさんですら、いやあらダメでしょうというぐらいですからね、皆さんもそろそろ気づいてほしい感じですよ。さあ、オアとよ、持ってって、さあ、1本目はユリッチ。これ、きついですね。ユリッチが優勝してしまうと、どんだけどやられるのか。今日ここにいる19人、いや、ユリッチを除いた18人が相当、もやもやの残る1日になってしまうので、トモヤさんに頑張ってほしいですね。さあ、トモヤ君が心強い宣言。止めてほしいです、ぜひとも。さすがにね、何言われるか分かんないですからね。一つの歴史が塗り替わる日になるかもしれない、銀河の歴史がまた1ページ。さあリバサ投げ、めくって、あれめくりかよ、正面に見えた。さあまず三先勝負で1本目はユリッチが取っている状況。さあ2回目、2本目は友座がラウンド1取って、ラウンド2も今のところ流れ的にはいいが、ヘッド一発食らって、そっから投げ返す。やっちゃったか。さあチアシポクッと、さあここでイーブン。さあ開幕グランドストレートでニョキッと、サイコクラッシャー逃げる、今いい判断ですね、早めにし、早めに。上から押さえつける。さあ上からいつ掴みに行く、お中パンチで対空なんだ今。さあクレジーバナして、上から掴みは投げ返す、ヘッド出さねえこのバカ。さあ変なとこそこで出すの。さあ最後から、いや頑張りました、めくり食らったの確認っぽい感じで食らって、今連続技に行くかなと思いましたけど強引に投げに行きましたね。多分食らわれるつもりはなかったんでしょうね。なんで食らうなら食らうって言えよ的な感じの苦し紛れ投げでしたが、さあなんとかトモザ勝って1-1。さあ今ニーヤーさんからリークされましたね、ユリッチが優勝したら、まああれでしょうね、ユリッチどうせ帰り道ニーヤーさんのバイクの後ろに乗っけて帰ってもらう気満々なんでしょうけど、いやこのゲーセンザコしかいねえなーみたいな感じのこと言い出しかねないんで、さあ勘弁してほしいです。二度と来てくれなくなるかもしれない。いやだって式行ってもさ、いや別にそれはそれは割と損害があまりない感じなんでいいんじゃないですか。いやいやいや、皆さんに来ていただきたいので。優しいですね。さあ終始ユリッチペースだったラウンド1、3戦目のラウンド1。さあピオリーチ上から我慢強いな。投げてヘッド、さすがに上から行って掴み、えマジか、最後クラッシャーで逃げる、ナイスホーバー、今うまかったですね。さあヘッドをデビルバで潰して投げ返す、
ゲダンよくガードしたが、ダイヤ縛らい、ダイヤ縛らいと。さあユリッチ、リーチ2対1。お、謙虚なユリッチさんは運がいいと言ってます。さあユリッチ、俺たち全員黒服なのか。さあ本当に心から友田くんを応援したい。さあレベリバでゲージはそろそろ溜まりそうな感じ。さあユリッチがと今よくヘッド出せなかったね、出しそうな感じだったんです。さあ強気で下から投げてピヨンね、なんだこのバイソン。さあクレイジー出してくれて、ゲージを使わせて。さあ体力的にはゆとりがあるが、まだ何が起きるかわからない。なぜなら相手キャラは暴力。さあナイトメアで逃げた、投げて、さあ取り返す。非常に頑張ってほしい。みんなの期待を一瞬にしたよ、友田さん。いや、あれですよ、こういう実況とかは中立じゃなきゃって。それは誰が決めたルールですか。世の中に平等とか中立なんて言葉ないですよ。さあユイチが取り返し、ユイチリーチ、これは非常によろしくない。皆さん手を挙げてください、友田くんに元気玉。みんなの元気を友田くんに。さあヘッド、さあ上から掴んで、さあ下からとズーズーし、さあ逃げて逃げて、時間はたっぷりあるのでゆっくりしっかり出してください。さあ追いつく、体力的にはユリチがやっちゃったか。やばいやばい。さあ出してくれた、ラッキーマンと殴ってやりましたね。か頑張った、トモザ頑張った。みんなのおかげです、みんな手を挙げてますからね、会場のみんな完全に元気玉です。さあそりゃ会ったこともない17号が久しぶりだなあいつの声みたいな感じで、いやいや君会ったことないでしょうと。あれランチさんの役ですからね本来なら。さあ2-2 で迎えた最終戦、ここに来てようやっと東田君ペースで試合が進んでいるが、さあダメージに捕まっている。上から下から投げ返して、さあ左右入れ替えたが、さあちょっとヘッドが怖かったか、いって、さあクレジーバッファーで削られて、リーチリーチ、再びリーチをかけたのはユリッチ。さあユリッチがこれで勝ってしまうとあれですからね、悟空が心臓病で死んでしまった未来の方の、あっちのやばい方の、あっちの方の、あっちの方の世界になってしまうので、今テレビでも結構やばいことになってる。そうですね、あっちの世界。さあユリッチがやばいやばい、ユリッチが勝ってしまう、これはやばい未来が、これはやばい未来が。さあ勝ったのはユリッチ。さあ全員土下座の準備です。人造人間17号と18号が自由気ままに人間殺しまくる世界になっちゃいましたね。人類滅亡計画の始まりです。さあということで優勝したのはユリッチです。ユリッチさん、おめでとうございます。優勝コメントお願いします。優勝コメント、いやちょセロテープさんが聞いてください。僕ユリッチさんと会話難しいんで。じゃあ優勝したユリッチさんに一言いただきたいと思います。お名前、お名前から。あ、ユリです。どうした、優勝コメントです。なんか今日一番手こずったのは誰だったかなとか、こうどこで優勝確信したかなとか、こう、いや優勝とかは全然考えてなかったんで。じゃ普通に戦ったら優勝してしまったと。あ、普通にいつものように試合をしていたら優勝してしまったと、ね、練習通りにやってたらたまたま勝ってしまいました。日頃の努力の賜物であると。まあ日々練習してるんで。なるほど、休んだことはない。はい、フォックス12月の大会のメンバーとか決まってるんですか。いや全然出る予定も全くチームもない、お誘いもないんで。いやもう今日見た感じだとなんかフェイロンもいけてるしバイソンもいけてるし、割と今日の配信見てくれてる方はなんか、あ、ユリッチさんがチームに入ってくれたらば結構いいとこいけちゃうんじゃないのって。いやそんなことないですよ、周りもっと強い人いっぱいいるんで。いやいやいや、でもそれをなんかね、今日来てる人間は全部蹴散らして優勝してるわけですから。いやたまたまです、たまたまです。なかなか謙虚なユリッチさんでした。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。試合楽しんでってください。
というわけで第11回式の細道優勝はユリッチさんのバイソンでした。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ余ったコインはのじ合い台に入れます。さあ、時は 1919X 年、地球は核の炎に包まれたと、そういう未来になってしまいましたね。しかも人類が滅亡していたと。そうですね、あの猿の惑星的な感じのやばいでしょ。さあ、ユリッチさん優勝してしまいましたが、これあれですね、後からどんな感じでどうやるのか、こう、もう見ものですね。まずだってユリッチさんあれですか、1、2、3、4、5、ユーベガさん止めてるんですよね。ですね。ユーベガさん止めて、あとはのバイ初っ端のフェイロンの時には1、2、3、4、5と、わあ結構あれですね、荒稼ぎしてますね。いやーユリッチでした。まあでもね、こんなあーでもないこうでも言ってますけど、ユリッチにもねいいところの一つや二つ、僕は思いつかないですけどあるんですよ。あのとりあえず僕が強いということが今日証明されたので、それだけでも。そうですね、あの ラック値は高いです。ドラクエでいうとこ あの遊び人タイプですね。運の良さだけはひたすら高い。ザラキとかは聞きにくいタイプ。そうですね。さあということで、まあ、のじ合いですね、引き続きお楽しみいただければなと思いますので、配信ものらりくらりと11時半までダラダラと続きますので、ですね、ご飯を奢ってもらおう。そうですね、ゆうべがさんとゆうべがさんと食事に行きたい方はセロテープさんに。なんかちょっと機嫌悪そうだからちょっとなんか言いにくいですね。大丈夫でしょ。ちょ機嫌いい悪いとかじゃないですからね、勝負は勝負ですから。さあこのユリッチのこれは勝ち逃げスタイルですね。今日ものじゃやらない感じですよ。もうね決着がついてますね。そうですね、得意のスタイルです。ある程度勝って満足した状況からはもう二度とのじゃやらないみたいな。やる必要はない。さあ友沢、これは友沢ガエルと無理由ですね。配信の方は11時までいつも通り続けさせていただきますので、ご視聴の皆様よろしくお願いいたします。11時になりましたら適度に切らせていただきますので、最後までお楽しみください。よろしくお願いします。チャットの方でね、なんか質問とか、あれば、今日プレイヤーさんいっぱいいらっしゃいますんで、チャットの方で、お待ちしております。よろしくお願いします。
Round 3, fight!
ではこの辺で配信を切らしていただきます。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。お疲れ様でした。